月に米ペンシルベニア州とオハイオ州で講演を開くことを発表した。どちらも社会的距離を置いてのライブになると目されている。ペンシルベニア州では8月6日ピッツバーグ郊外にある通常ならば600人収容の会場ジェルジェルズリズムグリルで、翌日にオハイオ州ウォーレンのロビンズ劇場1350席でプレーする。ロビンズ劇場は先週オハイオ州の保健局が提示したガイダンスに従い再開する準備をしているところだと告知していた。今週金曜日19日から映画を上映し始める予定で、来館者は社会的距離を置き着席することが求められるという。現時点同劇場では6月19、20日に映画上映後は8月7日のエース・フレーリー公演までイベントは入っていない。フレーリーは先週金曜日12日ロビンズ劇場での公演のチケットが売りに出されたことを告知したが、それだけの数のチケットが用意されているのかは記していない。フレーリーのオフィシャルサイトによると、8月の公演後、